皆さんおはようございます。今日はですね、3回目のプリウス試乗しています。1回目2回目と試乗して、私なりに他の車と比べても危険ではないなというふうに思っているんですが、別の方がですね、シフトの操作で間違えて危険だとかですね、あとはペダルの配置が他の車と違って危ないとか言われていますので、しつこいんですけど再度自分なりに確認してみたいと思います。で、今パーキング入ってます。で、メーターパネルのところに、パーキング、そうですね、今、リバース、ニュートラル、ドライブという表示が出ていて、で、センターパネルになっているので、私としては非常に見やすいと思っています。私の車がマツダのアテンザ、ディーゼルのマニュアル車なんですけど、明らかに私はこちらの方が見やすい、わかりやすいと。で、ギアの表示もですね、シフトの表示も、小さいんじゃないかと前回思ったんですけど、今見ましたら、大きいですよね。このパーキング、リバース、ニュートラル、ドライブと。ですから、視力が悪い人、もちろん視力が悪い人はメガネをかけるのが義務付けられているので、最低でも 0.7 以上でしたっけ、なんかないとダメなんですよね。私の場合は裸眼でも 1.2 と 1.5 ということで、今のところ問題ないんですが、私としては全く問題なくメーターパネルで今何が入っているかっていうのが見えると思います。で、今パーキングなんですけど、そのままアクセルを踏むとエンジンがかかります。で、今また切れましたね。この辺がちょっとハイブリッド車ということで、どういうのかちょっとよくわかんないですけど、またかかりましたね。で、エンジンもおそらくベタ踏みしたところで、7000回転とかまで上がらないと思います。スバルの XV も4000回転以上は燃料カットが入って上がりませんでした。なんでそういう仕様なのかなと。で、シフトチェンジなんですけど、パネルも見ていていただきたいんですが、まず、ニュートラル入れようと思ったんですけど、ブレーキ踏まなければダメですよと。で、ブレーキ踏んで、で、今ニュートラルにちょんって合わせたんですけど、ニュートラルに入れるには、意識してニュートラルで止めないと入りません。ですから、間違えてニュートラル入れるとか言うんですけど、ニュートラルに意識して入れようとしないと、まず入らないです。ちょんって触って、ドライブに入れようと思って間違えてニュートラルに入れるっていうのは、かなりちょっとちょっと申し訳ないですが、本人に問題があるのかなと。ちょっとニュートラルに当てたぐらいでは入らないです。ニュートラルで意識して止めて初めて入ります。で、ドライブに入れますと。で、上に行ってリバースですよね。で、パーキングに戻すときはパーキングボタンを押すと。ということで、すぐパーキングが入りますと。で、このブレーキ。これをバックと勘違いされるということなんですけど、後ろに下がるときはリバースです。これは30年以上前からリバースという風になっています。ですから高齢者の方が、バックと間違えるということなんですけど、じゃあ30年前は、じゃあバック後ろに下がるとき何入れてたんだと、マニュアルでも R となっています。ということで、B はブレーキ。バックではなくブレーキという、意味になります。エンジンブレーキですね。エンジンブレーキという言葉は30年以上前からあったと思います。で、 B エンジンブレーキレンジにはそのまま入らないので、一回ドライブに入れて、そこでもう一回、ホームポジションから下に入れると B に入ると。
いうことになります。で、 B のままスタート、ブレーキ離せばあのクリープ現象で発進します。で、そのニュートラルに入れて、今ニュートラルに入れましたけど、でこれでアクセル踏むと、警告音が鳴りますと、まあ明らかに警告ですよね。でこれでどうなってんだったら分かんないと。いや、わかんなくないですよね。今、ニュートラルってメーターパネルに出てますよね。N って。ニュートラルが入ってるって出てますよね。センターパネルに出ていますと。で、シフトのところに出ていないからわからないということなんですけど、センターパネルの方が、運転席に座っていて見やすいかなと、思います。それ人それぞれかなと。で、先ほどメーターパネルを見ながら操作をしていましたけど、実際の、シフトはここに、ここで行います。で、ここのところに今何が入っているかが出ないということで、ちょっと文句を言われている方いらっしゃると思うんですけど、センターパネルを見れば、何が入っているかというのは確認できます。で、今パーキングボタンを押しましたと。非常にシンプルです。で、ブレーキを押しながら、まあ、例えばドライブ入れて、今ドライブが入っています。今、センターパネルでドライブが入っていることが確認できると思います。で、戻すときはまたパーキングを押すと。で、ニュートラルも、今ピピッとエラーなりましたよね。ニュートラルに当てただけでは入りません。ニュートラルで押さえて今ニュートラル入りましたということで、ドライブに入れようとしてニュートラルを間違えて入れてしまうというのはちょっと意識してやらないと私は難しいのではないかなと。じゃあ仮に今ニュートラルが入りまして、ニュートラルで止めたとしましょう。ニュートラルで止めてそのまま下に下ろせばドライブが入ります。なのでちょっとこうやってニュートラルドライブ入れようと思ってコンコンってやってニュートラルが入っちゃったというのは私は結構無理があるのかなと思います。で、バックリバースですよね。で、B に、ブレーキの B に入れるときは一回ドライブに入れといて、またそのままホームポジションから下に下ろすと。で、まあ、あまり使うことはないと思うんですけどね、ブレーキは。で、またパーキングに戻すときは、パーキングボタンを押すと。で、サイドブレーキ踏むと。まあ、非常にわかりやすくてシンプルだと思います。ですから、これで、シフト操作を間違えるというのは、ちょっと、何とも言えないですね。ですから先ほど、スバルの XV も乗りましたけど、確かにシフトのところがフロアシフトですね。昔ながらのオートマですけど、あれもガチャガチャやるから大丈夫だろうっていう方いらっしゃるんですけど、逆にドライブとニュートラルを間違えて、ガチャッと、一つ隣のもんですから、間違えて入れちゃうってありますよね。で、ニュートラルからリバースも一個上ですから、間違えて入れちゃうと、パーキングに入れようと思って、リバースで止めちゃって、そのままガコンと、後ろ下がるとか。まあ、言いがかりつけようと思ったら何でも言えるのかなと思います。ですから、しつこいんですけど、シフトチェンジするときは、ブレーキを踏んだまま、シフトチェンジをします。で、
ブレーキを離す前にシフトに何が入ってるかを目視で確認してからブレーキから足を離してアクセル操作をするなり、まあ車から降りるなりと、まあ当たり前ですけど、これ教習所で習ったことなので、まあそれができないという方は、教習所で習ったことができていないので、まあはっきり言って免許を持つ資格がないのかなと思います。あとは前回もお見せしましたけど、この足元ですね、このペダルの位置ということなんですけど、これもなんでしょうね、まあ、前回もここも拳1個分ぐらい入りますよということでお話をしたんですが、まあ踏み間違えてしまうということですと、毎回お話しするんですけど、まあ、私はいつもかかとを軸にして、踏み替えをしています。で、例えばまあとっさに間違えて踏み間違えるっていうか、まあじゃあアクセルでこう走ってますよね、走っていてあーって時にそこ踏んじゃうってことなんですかね。アクセルをそのまま踏むと、まあこれ論外ですよね。アクセルを踏んでいて、で、あーってなった時に、まあこうブレーキに踏み替えると。で、まあ100歩譲って、まあ両方、いやなんか両方踏むのって、まあ これくらいですかね。踏むと。でよくわかんないですけど、なんか両方踏んだ場合はブレーキの方が優先されるっていうのがなんか、ネットに出ていたと思います。ですから、こう、普通に運転してて、まあ、ブレーキ、こっち側から見ますか。まあ、普通に運転して、アクセル踏んでいます。で、踏み替え。結構、アクセルとブレーキの間に間隔が空いていると思うんですけど、どうなんでしょうね。で、今ちょっとかなり狭かったんですけど、メジャーで、アクセルペダルとブレーキペダルの間隔を測ってみたら、今約8センチぐらい離れています。で、アクセルペダルとここの横ですね、端っこが、まあ、約5センチぐらいあります。で、まあ、別の方がここの出っ張りが問題だということを言っていたんですけど、まあ、5センチぐらい間があります。で、ペダルですね、ブレーキペダルとアクセルペダルも手で触ってみるとわかるんですけど、同じ高さではないです。アクセルペダルの方が奥まっていますという違いがありました。参考までに、同じトヨタのアクアの仕様も確認したいと思います。で、今電源、いやごめんなさい、電源じゃないですね、エンジンかかっていて、パーキングですと。で、アクセルを踏むと、まあプリウスと同じように、これスバルの XV も一緒でしたね。まあエンジン回転数上がります。ただ、普通のガソリン車のようにレッドゾーンまで行かないようです。 XV は4000で燃料カットが入っていたようです。ですからおそらく4000回転ぐらいでこれもプリウスも、燃料カットが入るんではないでしょうか。ですからそれ以上大きいエンジン音は出ません。ですから高齢者の方が、プリウスの警告音は気づかないけどエンジン音だったら気づくとかいうお話もあるんですけど、そんなに大きいエンジン音は出ないです。3000から4000回転ぐらいのエンジン音ですね。これだと気づかない可能性もあります。で、ブレーキを踏まないとシフトは入りません。動きません。一緒ですね。で、今ニュートラルですと。
で、ニュートラルでアクセル踏むと警告音が出ます。まあこれとさっきのエンジン音どっちが気づくかと、まあ私はどっちも気づきますけど、まあどうなんでしょうね。エンジン音だったら気づく、警告音だったら気づかないと断言できないと思います。今パーキングですね。パーキングでアクセルベタ踏みしてます。これ下手したら昔の暖気運転に近いぐらいの、寒い日にインジェクションでちょっと回転数が最初上がるじゃないですか、あれにちょっと毛が生えたぐらいの音だと思います。で今ニュートラルですけど、シフトはブレーキ踏まなくても動きます。ニュートラルから今リバース入れてました。で今パーキング戻しました。これプリウスも XV も同じ仕様です。プリウスだけの仕様ではありません。ペダルの足元になりますが、ですね、これもちょっとあのメジャーで測ってみました。で確かにですね、アクアの方が1センチ、アクセルとブレーキペダル、これ私が測った限りですけど、プリウスが8センチぐらいで、アクアが9センチぐらいでした。1センチぐらいアクアの方が間隔が広いと思います。でアクセルペダルとブレーキペダルはプリウスも同様で同じ高さではないです。アクセルペダルの方が奥まっています。でこのアクセルペダルの右ですね、ここはちょっと作りが違います。確かにプリウスは出っ張りがあったんですが、アクアは、またちょっとそれとはプリウスとは違う作りになっています。まあ、そういう意味ですと、ここもプリウスよりは1センチぐらい、幅は間隔は空いてるのかなと思います。まあ、ですから老人の方は、ガニ股になりやすいということなので、どうなんでしょうね、ここの間隔が空いていた方がいいということなんでしょうか。でもそうするとですね、逆にここ間隔が空きすぎてるとガニ股ということでしたらブレーキ踏むときにちょっと踏みづらいですよね。であとプリウスはアクセルペダルがなんか体の真ん中の方にあるとかっていうお話を聞いたんですけど、乗った感じ別にアクアと比べてそんな違いは感じられないです。XV とも比較して違和感はないですね。そんなところです。アクアの、ペダルは以上になります。でアクアのシフトは、昔ながらのフロアシフトです。まあこれガチャガチャ、ジグザグなんでゲート式っていうんでしょうか。で、まあ、ブレーキ踏まないとシフトは変えられない。まあ、これはプリウスも XV も一緒でした。で、まあこうできて、今ニュートラルですと。で、もう一回ドライブでブレーキの B に持ってくると。で、ブレーキ踏んでないですけどドライブ入ります。リバース入ります。パーキングも入ります。プリウス XV 一緒です。